前は1番の古性、7番村上、9番柴崎、5番の笠松、一気に前を叩いて8番佐藤です。このままペースを上げていくか。これで2番の池田亮が切り替えていく。古性はすんなり6番手に車を下げました。古性優作は6番手、前後体型が入れ替わっています。まもなく加入を迎えるバックストレッチ、8番佐藤浩二、3番勝瀬拓也、そして6番の高木隆弘です。4番手で池田亮、古性優作は6番手、打賞次4コーナー、早めに巻き返していきます。7番車の村上吉、ちょっと中部勢が離れている。古性と村上、この2人で一気に前段襲いかかって、かつての牽制もあるんですが、古性が乗り越えていく。7番の村上、ここに切り替えた2番車、池田亮です。池田が近畿の後ろ、虎視眈々。しかし3番の勝瀬と3番手絡んだ。1番古性、7番村上、近畿の2人の一騎打ちか。直線コース、古性優作、村上義弘ですが、さあこの2人、村上差し切ったか。地元の7番